こんにちは、フォワード背番号9、岸田和人です。球際だったり、最後まで諦めないようなプレーをホームでもアウェーでも皆さんの前でしっかりやりたいなと思います。そうですね、すごく、まあ、毎年そうですけど、本当すごく雰囲気はいいですし、まあでも一人、浮いた選手というか、ちょっと乱す選手が背番号13番の方がちょっと乱してる感じはあるかなと思います。それ以外はすごくいいと思います。サッカーできるってことを本当感謝しながら、週末にはお客さんの前で試合ができるっていうのを本当当たり前じゃなくて感謝しながらできるように、日々のトレーニングから一生懸命とそういう気持ちを持ってやっていきたいと思います。そして 最初に言ったみたいに、やっぱしこう諦めないプレーっていうのはすごく大事だと思いますし、やっぱそういうのが積み重なって試合に勝てると思うので、日頃の練習からそういうところを出して頑張っていきたいと思います。頑張ります。